れ、だって翔吾くんちって鏡川方面でしょ、遠回りになっちゃうよ。翔吾くん、あのね、私と会ってくれないかな。うん、あのね、実は今翔吾くんちのすぐそばまで来てるんだ。私のことは黙ってて、私ここで帰るから。本当は翔吾くんとこんな風に仲良くするつもりもうなかったの。なのに私って、ミフのとこ早く行ってあげて。ミフは私が翔吾くんの自転車に乗せてもらうのものすごく羨ましいんだと思う。ミフはね、翔吾くんのこと好きなんだよ。私にはわかる。お姉ちゃん、私は自分でしたい。好きな人に告白することぐらい自分でするよ。ミフ、
くん、私は翔吾くんのことが好き。お願い、お願い、その車椅子を持ってここに、ここに来てほしい。ミフ、そんなの卑怯だよ。翔吾くん、来て。私はもうこれ以上、ミフ、あなたに分けてあげたり譲ったりし続けるなんて耐えられないよ。大切なもの取んないでよ。私の大切なもの奪わないでよ。翔吾くん、私のところに来て。私はお姉ちゃんと全然仲良くなんか、お姉ちゃんとなんか全然仲良くしたくないよ。したくない。お姉ちゃんと喧嘩したかったの。ずっとずっとずっとこんな風にしてみたかったの。ミフ。
ごめん、ミフ。ごめん。ごめん、私。私も。私、ごめん。ありがとう。分かったよ、翔吾くんの気持ち。もう十分。Thank you.
おい、ショーゴ、賭けようぜ。マグロがここを通り過ぎるまでにこっちの存在に気づくかどうか。なんだか運試しみたいだな。